そう、なんかこう春にね、もうなったんで、春になったっていうか、はい、お正月明けたらもう春ってことですよね。そうです、そうです。早くないですか、春、新春っていうもんね。そう、新春、あ、そうですね、新しい春だもん。そうですね、だからもう春になったんですよ。はい、1月、2月、3月そうです、そうで、春になったということで、うん、はい、新しい春、こう自分のこう気持ちを、テンションを上げていきたいということで、自分のテンションを上げるアイテムを紹介していきたいと思います。イエーイ。では服だったりとか、はい、アイテムだったりとか、うん、いろいろね、こう紹介していきたいと思うんですけれども、まずは、はい、かわいいのお洋服をちょっと紹介していきたいなと思っています。イエーイ。すっごいね、今期の SS 春はすごく華やか。来ました、華やか、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、もうね、カラフルなんですよ、はい、本当に。そう、可愛いはなんかこうね、うん、ちょっと華やかなものをちょっと提案していきたいなと思って、もうまずは、はい、ましたじゃ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 ん、はい、色足す、色足す、色足す、じゃじゃん。いや、これもだから売れてるからね。そうなんですよ、すでに。めちゃくちゃいい。だって販売前からめちゃくちゃいい言ってましたもんね。これはね、決して、決してっていうか一枚で、あのね、着る服じゃないのよ。これね、何かっていうと、うん、インナーなんですよ。カラーインナー、中にもう着るやつなんです、はい、これはね、うん、そう、これを中に仕込むってことによって、なんだろうな、あの、こう物足りないなっていうところを補ってくれるインナーなんですよ。私ね、今日これオレンジの色足すに白シャツを合わせてるんですけど、これもう前の私だったらこう白シャツ1枚とかでやってるんですけどね、このオレンジを足すことによってなんかすごい華やかになる。でもカラー物を1枚できる勇気はないんですよ、私には。え、私はもう本当に白、黒、茶色、ベージュ、うん優しい、優しい、優しいな。本当にそういうベーシックな色をずっと着てきて、はい、カラーモンっていうのは着なかったんですよ、うんうん、でも、うん、なんかね、この色足すに出会ってからはなんかこう、なんかこう色を入れないと落ち着かなくなった、うん、いやでも確かにこれを見てから、うん、美穂さん着てますよね。そう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 、なんかもう本当物足りなくなってしまって、うん、だからね、一回これを着ちゃうと皆さんね、すごい物足りなくなると思いますよ。確かに、なんか重ね着ってわからないけど、うん、重ね着を考えなくてもこれを足すだけでも自然とできちゃうみたいな。そう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 。でも何色がいいのとか、確かに結構ね、迷われる方は多いと思うんですけど、はい、あら、今日さ、なんかこうブルーの、そうなんですよ、ね、うん、私ね、今日はちょっと淡くしつつ、ちょっともちろん春服をイメージしてるんですけど、でももし足すなら私は意外とパープル。そうだよね、なんかこう同系色の色でちょっとこうグラデーションじゃないけど似た色をこう合わせるっていうのもいいですよね。そういうのは OK。 美穂さんは白シャツだったらさ、こうオレンジ、これ何色でも合うけどね。合いますね、うん、ちょっと私はね、ビタミンカラーで可愛い、今日はちょっと合わせてみました。めっちゃ可愛いです。可愛いですよね。そうそうそう、これはもうね、すでに売れてるのよ。そうなんですよ。そう、でも良さはめちゃくちゃあります。だって私たちこう体型違うんですけど、うん、まず伸縮やばい、ね、本当にね、なんかね、ガスガスとかもキュッてなってたら、うん、なんかもうすごくムチムチなのが、このミホさんも分かりやすいんですけど、シャツのね、はい、この中でくっつきすぎてもダメだし、広がりすぎてもダメっていうか、ボワつきがね、邪魔するもんね、ない。このシャツにさ、うん、なんかボワっとしたインナーだったら、はい、なんかこうちょっとだらしなく見えるよね、うん、しかもピタッとした感じがすごいいいんですよ。するする、めっちゃ伸びるもんね。ね、かわいい、これはかわいいです。これ本当にね、かわいいが今季おすすめする色足すです。色足す、色足す、なんか聞いたことあるね、聞いた気がするけど絶対覚えるですね。色足す、色足す、色を足すんだよ。はい、わかりやすい、ね、さあ次がこのシャツでーす。見てます。この春はシャツを押したいなって私が勝手に思ってて言ってました、今日朝そう、私が朝言ってましたで、シャツって言っても、うん、私なんかね、普通のさ、シャツだったら、うん、もう本当にね、なんかこうリクルート感が出ちゃうんですよ。いや、本当ごめんなさい、ずっと思ってました。じゃあ、もうそう、思ってましたよ。なんかね、その普通のシャツが似合う人もいるのよ、かっこよく、うん、多分、うん、お腹とかはめっちゃ綺麗に着れると思う。
私ね、ちょっとリクルートが向いて着れる感じのタイプですね。骨格的にはそうなんですよ。そうね、でも私はなんかね、こうやっぱリクルートか就活感が出ちゃうので、普通のシャツじゃなくって、ちょっとね、どこかポイントがあるシャツをこう着るっていうのをね、おすすめしたいと思います。で、私今日着てるのはね、見て、ここは普通なのよ。ここは普通なんですけど、確かに。ちょっと袖がね、変わってるんです。すごい。めっちゃ可愛くない？はい、ちょっと通ってみていいですか？うん、じゃあ一つボタンで、ボタンになってる、それがじゃじゃん、すごくないこれ？すごい。でもきちんとね、止めるだけやから、ボタンのこの左右のね、やりにくさもなく、うん、止めちゃいます。めっちゃ可愛いじゃない、このデザインシャツ。抜けシャツだからこれ普通にさ、止めたら、うん、普通のシャツとしては着れるわけよ。あ、本当ですね。うん、私はここをね、開けてワンタッチ、こんな感じで。かわいい。めっちゃかわいい。なんかこれはね、もう一色あるんだよね。そうなんですよね。はい、ブルーのこういうシャツも入って、はい、これも綺麗な色だよね。うん、そうですね、濃すぎずしっかりとね、この柔らかい感じです。かわいい、春っぽい色でめっちゃかわいいですね。中に白のね、ものとか、それこそ色足すちょっとずつだけでも、そうそうそう、これもさ、なんか同系色みたいな色でちょっと足すだけで。でさ、2月、うん、これから2月、はい、3月、4月までは絶対肌寒いもん。そうなんですよ、ね、春とはいえ寒いんですよ。そうなんです。ワダシャツ1枚は寒いよ。なんかインナーをね、そう入れないと。入れてもいい、うん、いいよね。そう、薄手のニットでもいいのかなと思って。あ、そうだよ、うんうんうん、タートル入れてももちろん可愛いし、重ねて楽しんでほしいんですよね。いいですね、うん、あと、このじゃじゃん、ハラッペが着てるね。そうなんですよ、これ、ボタイシャツ。はい、こういう風に、これはね、ネックにこうやってちょっとポイントがあるんだよね。すごいビッグじゃない、このリボン。いや、ビッグでこれぐらいある方が、私正直ね、ちょっとお腹とかこういうのがもうちょっとね、短かったら中途半端なんですよね。あ、なんかちょっとここ見えるなとか、ボリューム不足があるけど、これがあることにって、あのね、正面見だけじゃなくて、私最近、あ、目標言っておきますね。目標、今年の目標、服のまず朝こう着替えました。前だけじゃなくて、私横を見るようになったんですよ最近。あー、なるほど。その時に、なんでかというと、横からってやっぱ人の視線もあるし、360度可愛い方がテンションも上がるので、そういった時にこれがあるだけで私はアイラインができるから、うん、この長さ絶対入れます。で、私身長が155センチで、うん、低身長なんで、うん、やっぱりね、上目にボリュームがあるのはいいなって思います。これも可愛いですよね。可愛いです。なんか羽織とかジャケット、うん、しっかりめのやつを着ると、まあね、ちょっと綺麗めなお仕事の人たちでも使えるかなっていう印象。うん、でも、まあ、普通にちょっと遊び心があるものとかと、そうだね、可愛いなるのかな。めっちゃ可愛い。ありました。どこかにデザインがあるシャツをの春はおすすめしたいなと思います。います。じゃーん。はい、じゃあ次見て、これワンピースでーす。本当にね、今年の春の可愛いはすごいよ、見て。すごい、じゃあ華やかー、華やかー、可愛い、可愛いですよね。そう、カラフルで、うん、もう柄をどんどんみんな着ちゃおうよっていうことでいっぱい出るんですよ。ザ花柄はね、難しいですよ、やっぱり。ちょっと恥ずかしいですよね。うん、恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい、うん、なんかいいの、うん、どうなのみたいな感じになりますよね。花柄によってなんかちょっと子供っぽくなったりとか、うん、こう大きな柄だったら、うん、低身長さんはなんかこう着せられてしまう感じもあるし、確かに確かに、特にちっちゃい花柄だったらね、可愛すぎるちょっとみたいなところもあるんですけど、こういったね、ちょっとなんかこう、ちょっとアラベスク調のこういった大人っぽい柄、可愛いのワンピース、すごい1枚でさ、めっちゃテンション上がる、めっちゃ上がります。なんか目を引くって感じがする。目を引く、うん、なんかもうこれ来たらさ、なんかもう春が来た、あ、来た、なるなるなる、ワクワクするよね。します、ね、いいか、もうね、春がね、結構ワクワクするような服がね、いっぱいあるんですよ、ね。またベルト付きの服もあるのが助かりますね、うんうん、私も2人持ってね、あ、足してみよう、ね、同じ色も、あ、いいですね。そうそう、これでね、こっちとかね、そうですね、紫に合わせるとか、あー、かわいいですね。めっちゃかわいいですよね。いいね、いいね、色足すが結局いい、いいね。
いやだからね、本当にね、あ今まで本当こう、うん、カラーものに挑戦できなかったって人も、うん、まずはこのイオタスから、うん、ちょっとね、挑戦してみてほしいなって思います、うん、ちょっと見えるのがおしゃれですよね。そうなんだよ、ちょっとがいいね。私もね、これ結構出してる方かなとは思うんですよ、うん、でも、もうあの本当に、なんだろうな、もう普通のシャツで、うん、ちょっとこう、あそれから出すっていうだけでも変わってくる。そうですね、結構私今開けちゃってるけど本当にちょっとでいい。これ閉めて本当にちょっと出すだけで全然変わってくるんで、うん、もうそこからチャレンジしてみてほしいなって思います。じゃじゃんね。スカーフだけの人が多分いたと思うんですよ、シャツとスカーフの合わせだけど、これって新しいと思ってます。あ、うん、今日美穂さんがこうやって合わせた時に、うん、おっかわいいと思って、うんうん、まあ、この首のね、ソーダルのとこからちょうど真ん中に入れたりとか、ちょっとここボタンをね閉めたとしてもチラ見せとかでまた上に上がって可愛い、うん、なんか遊んでるよね。遊んでる、この人遊んでるな、いい意味だよ。この人なんかこうおしゃれで楽しんでるな、うん、遊んでるなっていうのがね、そういいよね、こういうのがね、いいと思います。イルタスで柄物に慣れていったら、こういったね柄物のワンピースとかね楽しんでみてほしいなって思います。いい感じですね、うん、これもじゃん。かわいいね。かわいかった。だからみんな柄物を楽しんでね、テンション上げていきましょう。いきましょうね。もうね、こう新しい年になってさ、私めっちゃ正月ボケで、年明け撮影やと思って電車乗ってたら今日撮影ないですってね。もうそういうね、ちょっと自分のボケた、そう、ね、気持ちにこうムチ打ってこうね、自分のテンションを上げるアイテムっていうのをこう紹介していきたいなと思ってます。はい、私、普段モデルをやってます、ミポリンです。こう新年、うん、こう絶対に新しくしたいものがあるんですよ。服よりファッション、ファッション小物の方が好き。バッグとか靴がめっちゃ好きなんですよ。そう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 。で新年は靴を新しく買っちゃう、買っちゃうところがあって、で今日はね、あの買ってる靴のうちの一足を持ってきました。靴とかお財布もね、新しくしたんですよ。へお財布ね。そう、見て。で、なんかね、ミニバッグっていうのに、うん、最近ね、ちょっといいなって思うようになって、今までね、ずっと大きいバッグしか使ったことないんです。もう、いろんなもの入れたいから。でも、ミニバッグってさ、めっちゃおしゃれじゃない。おしゃれ。財布と本当にもう携帯と鍵、おしゃれな人はもう荷物が少ない、はい、あ、かわいい、ここフリルに、ここ、うん、かわいい、かわいいよね、めっちゃいいです。長財布を今まで使ってたんですけれども、はい、あのミニバッグがいいなと思って買ったらもう入らないんですよ、長財布っていうのが。なのでちょっとね、ミニ財布を今回ゲットしました。かわいい。で靴もね、本当はね4足ぐらい買ってるんですよ。おすごい。年始めで本当にあの、何、あのニューバランスとか、はいはい、フーバとか、基本的にね、めちゃくちゃ歩くんで、うん、スニーカーとブーツを買ったかな。確かに。どんどん捨てて、うん、新しい靴を買って、うん、新しい場所に連れてってねってことです。素敵。新年っぽい。これです。何ですかそれ。じゃじゃーん。レゴ。まさかの。これね、いや私子供が、うん、あの息子がね一人いるんですけど、レゴがめっちゃ好きで、うんうん、でもね、ちっちゃい時ってさ一人では組み立てられんやん。で、なんかこうママちょっと手伝ってとか、うん、組み立ててって言われて、えって思いながら自分で組み立ててたんですけど、うん、意外と面白いってなって、うん、いや、おもろいこれってなって、うん、ハマってる。自分もハマってしまって、これだから息子のじゃなくて私のなんですよ。やばいな、これはあのホーンテッドマンション、ディズニーのホーンテッドマンションのレゴ、うん、なんか開封するタイミングとかってあるんですか、うん、いや、なんかの仕事頑張った時にこれ開けてから作ろうと思ってもうこの箱を見るだけでも幸せな気分になる。でもなんかこうちょっとお休みがある時とか開けて作ろうって思って、それまでお仕事頑張ろうと思ってこれを並べてます。以上。はい、ありがとうございます。ミポリンのアイテムでした。はい、ありがとうございます。
します。あとこれね、マリちゃんと言ったらコスメだよね。はい。そうなのよ。絶対持ってきてくれるって思ってました。いやすごい、なんかさ、これとかめっちゃすごくない？いや、どこのやつ？これはボビーブラウンっていうブランドの、新春コスメです。あ、めっちゃいい。はい、このシリーズの大ファンで私は。へえ。シリーズ化されてる。もともと定番であるんですけど、この今回は新春でまた違う色が出たんで。へえ。復刻とか。あ、結構ね。はい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 、あるよね今。そうなんですよ。へえ。アイシャドウなんや。やっぱね、女性のツヤ。そうよね。大事ですよね。ツヤは大切。はい。本当にね、ツヤすぎてもダメだけど、ツヤは必要よ。そうなんですね。それが、ね、ちょうどいいんですよ、このシリーズ。あ、そうなんや、はい、なんかそういうシリーズの名前とかあるのかな。ね、リュクスアイシャドウクオード、リュクスシリーズなんですけど、リュクスピオニーの方、あのパッケージ、めっちゃ可愛い、可愛いですよね。やっぱ限定って、やっぱこのパッケージ込みの可愛さがあるので、うん、年明け一番、やっぱ新春、私のもう爆上がりな気持ちを。いやもうこれね、持ってるだけでさ、めっちゃ可愛くない。めっちゃ気になってたけど、これはまず何？これはネイルです。あ、これネイルか。これもアディクションから出てる新春のコスメなんですけど、このちょっと変更の色味が分かりますかね。白とかめっちゃ可愛いよね。可愛いですよ。で、これ3。これも3で、これもちょっと。え、ピンク？そうなんですよ。やっぱちょっと春、新春で、ちょっとこう春っぽさもあるコスメで。ちょっと待って、パウダーじゃなくない？そうなんですよ。なんかこの3のシリーズのいいところって、テクスチャーが結構それぞれ違ってて、練りのちょっと、練り状のものが、これが、はい、クリームパウダーとかちょっとこうシアーなものとか、パールのものとかがあって、なんかいろんなこう質感を楽しめるアイシャドウとなっております。ちょっとベースとかをこういう練り状のものに仕込んでおくと、すごいあの崩れにくくて、なんかパッと見た感じ、このピンクつくんやって思うけど、全然そんなことない。シアーでめっちゃ綺麗なのね、はい、意外に発色は柔らかめですね、使いやすいよね。使いやすい、なんかこういうのも春って感じ、いいね。3もこれも新春のそうですねアイパレットです。で、これも 3? これも3で新春の新春のリップです。あ、リップ、リップジャムで、ちょっとこうなんていうんですかね、まあ、なんか最近そのマスクで結構そのマットめなものとかティントとかが流行ってると思うんですけど、なんかもうそれもちょっと飽きてきて、これちょっとこう潤いがあるタイプもやっぱつけたいなっていうので。え、結構濃くない？でもね、意外にローズみたいなつけると結構、美穂さんもこれも絶対似合われそうな、え、かわいいかな。本当にもうかわいいのコスメのドンといえばのマリちゃんなんで、もう本当今日はね持ってきてくれるって思ってました、はい、ありがとうございます。買いに行こうこれ。じゃあ次、むんちゃんでーす。かわいいの出てきた。お願いします。ちょっとアイテムなくない？あ、私はですね、アイテム持ってこいって言ったらやんか。アイテム持ってこれない、なぜなら場所なんです、あ、場所、はい、私、あのやっぱり自分をあげるために、結構温泉に、銭湯ですよね。あ、この間の皆さんおなじみのひとみさん、はい、にご紹介いただいて、三田にある、ことぶきの湯、ことぶきの湯、三田のことぶきの湯っていうところに行ってきたんですけど、そこが本当におすすめで、温泉施設、温泉、そうです、こうスーパー銭湯みたいな感じ。そうです、それの本当に一番の特徴がですね、あのすっごく大きい、あの図書館みたいな、図書館みたいな本棚があって、スーパー銭湯じゃないんだよ。本棚があって、そこにめっちゃいっぱい本があって、漫画もずらーってあって、もう読みたい放題。あ、岩盤浴のスペースに入った人はなんですけど、もうずっと折れます。ナンバーワン、もうナンバーワン銭湯だなと。もうびっくりしました。あ、なんかすごいよとは聞いてたんですけど、想像を超える。超える本の量。もう読んだ。読みました。普段ね。何読んだ。いや、私結構料理好きなんで、料理本。え、文ちゃん料理好きなんだ。めっちゃ笑ってるやん。見て。
とスタッフのなんか失笑みたいな、なんかお米とかも土鍋で炊くって言ってましたよね。土鍋で炊くちょっと待ってください、クス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 なんかスタッフのもあの時間があればするんですよ。ないからしない。基本は好きなんです。そうじゃない、土井さんの一巡、あ、土井一巡先生めっちゃ大好き。もうさ、ちょっと待って、近かったちゃうんやけど、土井先生は料理家なんやけど、もうそんなにいっぱい作らんでいいって言ってくれんねん。もうご飯と、もう汁だけでええねんって言ってくれんねん。助かるよな、あれが。あれをひたすら見て、料理好きなんですよ、好きやけど、どれだけ作らんと、どれだけ栄養をね、子供に与えれるかみたいな。えらーもう豚汁でよみたいな感じだったし、でもね、スープって言ったらそれ豚汁ぐらいしか浮かばないから、どんなバージョンがあるんかなみたいな感じで、めっちゃ勉強家やな。いやいや、そこに行って、やっぱそんな本がたくさんあるから、あ、ね、やっぱりビビビときますよね、なんか普段読まないこう立ち読みするほどなんか時間を使うのもあれだなっていうような内容の本まで結構見てみようかなって思えるかな。普段なら手に取らない本とかですよね。本当になんかもう癒しになりました。疲れてるもんな。いや寝てますか。そうなんですよ、温泉に入って、温泉もすごい良かった。あ、温泉も良かったです。岩盤浴がすごい良くて、概要欄見てください。概要欄ね、リンク貼っとくんで、はい、そこを見てもらったら出てくると思うんですけど、こう気軽にね、まあ、ちょっとサンダでお近くの方は本当にぜひ行ってほしいんですけど、ひとみさんありがとうございます。ひとみさんありがとうございます、紹介していただいて。はい、ディレクターでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、では次スタッフうりちゃんです。お願いします。お願いします。最近使ってるものを見てきたんですけど、これキャンドル？そうなんです。実はこれアロマ系の、うんうんアイテムです。全部アロマオイルとかを使って作られてるものです。あ、これがアロマ、これはボディクリームですね。ボディアロマ、これコリキュアーズさんっていうとこのボディアロマクリームで、これは私すごくラベンダーの香りが好きなんですよ、ハウスオブローゼに売ってるんや。はい、出ます。結構ハンドクリームとしても使ってます。いい香り。そうなんですよ。これはねコスメキッチンでこの間買いに行って、新しい匂いを買ってみようと思って、これを選びました。もうさ、コスメキッチンもめっちゃ好きでさ、はい、よかったら空気にしようとしてみてください。これエネルギーミストってことだね。なんかこうエネルギーをもらいたい時みたいな。そうなんですよ。結構私気分高めるっていう意味では香りから気分高めたいんですよ。これね、多分ねセージっていうハーブの香りが主に使われているので、なんかおしゃれな服屋さんの匂いする。え、これ。はい、こちらはアロマキャンドルですね。私もまたこれまた好きなんですよ。はい、マークス&ウェブさんね。好き。いいですよね。ハンドクリームとかもすごくいい香りで。ウニちゃん結構キャンドルとか好きじゃない？私好きなんですよ。これもラベンダー？はい、これもラベンダーです。今日疲れたわって思った時にキャンドルつけたりとか、結構日によって変えてます。なんか女の子。はらちゃんです。いきまーす。お願いします。お待たせしました。はい。というわけで、みほ、はい、さんに呼ばれまして、うん、私の新春アイテム、うん、モチベーション上げるアイテム持ってきました。はい。すがやん。ですよね。私めちゃくちゃコーヒーが好きで、うんうん、でもなんですよ。なんか、これスタバのやつでブレックファーストっていうミディアムのお豆なんですけど、ミディアムのお豆、そうなんですよ。難しい。でスクープでこうやってね、はい、まあこんなもんざっくりでいいんですよ。 いい香りもすでにきます。これね、こうやってほら、あー、透明です。すごい。どこに売ってるんですか？これは大阪の阪急で買ったんですけど、はい、阪急本当に雑貨屋さんって感じで、めっちゃ便利じゃん。そうなんですよ。もうこのね、どこ置いたかとか、このついたやつがね、すごい嫌なんですけど、うんうん、朝やったらもうこうやってポンって置いてます。わ、これめっちゃいいじゃん、これ。そうなんですよ。なので、ぶきょうさんでも買いに行きたい。阪急ってね、行ってください。コーヒー好きにはたまらないんですけど、うん、これがね、ほんまにこれ
プレスって基本紅茶がね、はい、多いんですよ、うん、だって紅茶のイメージこれ。そうなんですよ。だから紅茶でももちろん使ってもいいし、これね今ねお豆をねこう、はい、お湯でね膨らませて、はい、味をねだから抽出してる状態なんですけど、これをね置いとくんですよ。でその間にちょっと朝ごはんパン焼いたりとか。すごいいいですね朝から。めちゃくちゃ自分時間めっちゃおしゃれだわ。おしゃれですか。はい、こちらコーヒー好きでエスプレッソも飲むんですけど、そう、うん、これは、うん、ちょっとだけ飲みたいなとかってあるんですよ、うんうんうん、夜とかでも、うん、その時に使うのに入れたらプレス、皆さん覚えといてください。上から押すだけなんです。でここの出てるのが油分とかなんですけど、もうこういうのも気にしない。雑味とか舌触りがザラッとするのが苦手な人は違うコップで、うん、もちろんあの上澄みだけどけてもいいんですけど、うん、そうじゃなかったらこうやって入れて召し上がれ。はい、ありがとうございます。勝手にあげちゃう。へぇ、暑みたいな感じです。美味しい。で、ね、好きになった理由が、うん、ロゴがね太陽なんですよ。はい、そこから入って、でその後に飲んでいくと、なんか酸味が苦手なんですよ、うん、私、うんうん、どっちかと食べ物でも、うんうん、でも酸味もそんなになく、うん、朝にちょっと飲めるなっていうので飲んでます。あーいいね。いいですね。朝の一杯めっちゃ優雅。そう、うん、皆さんもよかったらね、このスタバのブレックファーストブレンダー、そうです、見てみてくださいね。あーこれ買おう。これ欲しいでしょ、うん、これ欲しい、これいいと思う。何だったっけ、スプーン、スクープ、スクープ、はい、買いました。